今日も始まりましたね。まっくんのお仕事拝見、車中泊練習。今日今のところ異常なしですか？あ、そう。まっくん異常なし？そう。今日のね動画はね、2、3日前なんだけどねの動画を撮りましたね。で、宗介のね散歩してる風景なんだけど、まあ宗介がね、夜ね9時頃かな、違うマックと違うコースでね散歩する、そんな風景をね撮ってますんで、どうぞ一回見てください。また後ほど会いましょう。今日の僕たちのご飯はまたビンチョウマグロでしたね。暑いんでさっぱりしたのを食べ出せます。あとはキャベツをドサッと切っていい感じで茹で上がってきましたね。マグロですね。何食べてるとこですか？焼き鳥のお好み焼きじゃなかったっけ？お好み焼きのぼったり屋さんですよって、宗介。うん？天気の星がいます。うん。ぼったり屋さんって書いてあるよ。うん。ぼったり屋さんだよねって。ぼったって。うん。ぼった。夜でもやってるよって。今からだったよ。ここは何屋さんだっけ？ここは中華そば。真ん中なんてだっけ？まだ習ってないんだっけ？そう。まだ習ってない？真ん中じゃない。うん。うん？4文字も真ん中習ってない。うん。4文字の真ん中じゃない。うん。そうちゃん。4文字の。あ、2番目ね。習ってないのね。前から2番目。行ってますよ、そうちゃん。もう一軒何屋さん？車屋さん、何屋さんでしょうね。あ、ビールがある。ビール屋さんですか。そうです。お酒です。あ、またもう一件入ってた。あ、読めますかね。読みません。ますひで。ますひで屋さん。ますひで屋さん。ひでしか読みません。読めません。うん、一番上のやつは読めません。そうちゃん、そうちゃん、そっち全然関係ないですよ。そうちゃん、そっち全然関係ないです。そこしかも危ないよ。危ないですよ。あと何軒もありますか。次どこ行くか。やってる店探しだよ。目の前にやってる店探し。赤いだ。こっちだよってやってる店って言っちゃったよ。ケーキ屋さんもあるし、ハッピーポイントですよって。はい、いかがでしたか。今日の動画ご視聴ありがとうございました。ね、マックね、いっぱい食べて、美味しいそのもあったね。宗介あんなとこ大好きなんだよね。うん、まあ、第2弾とかにしたけど、編集がね、大変だから、第2弾にしただけで。お店はね、夜だから、あんまり開いてませんのでね。聞いてるマック。聞いてるの。なんか撮ったの？あ、今仕事行こうと思いましたって。じゃあさ、早速仕事してください。じゃあ、それでは皆様、ぐわっし。どうぞ。仕事じゃないの？ん？なんかなかったの？あ、そう。あ、物音。物音してない？物音してんじゃないの？見てきた方がいいと思うよ、マック。ん？いいの？あ、そう。じゃあそこでのんびりしてください。夜は長いですので。それでは皆様、ぐわっし。まだ手ね、すごいよ、紫色で。うん、まあそういうことでお願いします。ではでは、バイバイ。何やってんですかマークさん。